ビデオカメラのデータ復旧を行いました。神奈川県横須賀市のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは JVC エブリオ GZHM460、 液晶モニターが真っ暗になってしまい操作が何もできないという状況です。データ復旧処理を行い、1時間3分の動画データ 100% の復旧に成功しました。またテレビで見られる DVD に変換してお渡ししました。